テキサス A&M 大学の IBM650。右にあるのが IBM533 パンチカードリーダー。パンチャ IBM650 の全面パネル25進法表示になっている。IBM650 の全面パネルの裏側ノルウェーの最初の IBM650。エマと呼ばれていた。CPU、入出力装置、パンチカードソータ。 650で使われていたタイプの真空管回路モジュールブロンクスハイスクールオブサイエンスでの1960年の教室 IBM650 の命令コード表が黒板の右上にある IBM650 は IBM の最初のコンピュータの一つであり世界初の大量生産されたコンピュータである百五十三年に発表され百五十四年の 初出荷から生産終了の1962年までに2000システム以上が製造された。保守サポートは1969年に終了。650は主に科学技術計算用とされ、IBM のパンチカード機器のユーザーに対してまともなコンピュータへのアップグレードパスを提供する目的で設計された。同時期に科学技術計算用の IBM701。 磁気テープ装置を基本としたビジネス用の IBM702 がリリースされたが、650が最も多く製造された。1958年までに800台が販売されたが、これは当時世界で販売されたコンピュータ全体の半分以上を占める台数である。トーマス・ J ・ワトソン・ジュニアはこれをコンピュータ界の T 型フォードと称した。にアドレス命令形式で、 データもアドレスも25進法の二進化重心、表現である。メモリは磁気ドラムメモリである。比較的安価で、プログラミングも単純であるため、潜水艦乗組員の能力のモデリングから、高校でのプログラミング教育まで、様々な用途がここから生まれた。基本の650システムは、以下の3つの機器筐体から構成される。オプション装備として、以下のものがある。 次期ドラムメモリには2000個の符号付け10桁のワードが格納できる。アドレス範囲は000から1999で今日の単位で言えば約8.5キロバイトである。1959年に登場したモデル4では次期ドラムの容量が倍増して4000ワードとなった。この装置は必要なデータが格納されている部分が回転によって ヘッドのところに来るまで読み書きできないため非常に低速だった。このため各命令ワード内の2つ目のアドレスは次に実行すべき命令のアドレスを格納するようになっていた。プログラムを最適化するには前の命令の実行時間から次の命令号を置くべきドラム上の位置を計算してアドレスを求める必要があった。テーブルルックアップという特殊な命令が用意されている。 これは、磁気ドラムの1トラックの先頭ワードを比較のための値とし、その後に照準に整列したデータが並んでいるものとして、ドラムが1回転する間に比較を行い、最初に等しいかまたは大きい値が出現した時のワードのアドレスをアキュムレータにセットする。これを使うと、1963年の1000倍高速な コンピュータの約3分の1程度の速度でテーブル比較が可能である。高水準言語を使うと IBM 7040の方がずっと遅くなる。オプションの補助装置は1955年5月3日にリリースされたもので以下の3つの機能を持っていた。IBM 533パンチカードリーダーパンチ装置は26桁の英数字を読み取ることしかできない。 拡張は可能だが最大でも50桁を超えられない。そのため1枚から最大でも10ワードまでしか読み取れない。1960年に発表された IBM 7070はトランジスタ化した IBM 650としてアップグレードパスを提供するよう設計されている。1959年に登場した IBM 1620は 科学技術計算分野のローエンド用である。どちらも重心方式だが、命令セットの互換性はない。IBM650 の命令は、2桁の命令コード、4桁のデータアドレス、4桁の自命令アドレスで構成される。符号は無視される。アキュムレータは20桁で、上半分の10桁と下半分の10桁ずつ別に扱われることが多い。符号は、 全体で一つである。磁気ドラムからデータを読み込むと、ディストリビュータという一種のレジスタに格納される。実行中命令は、プログラムレジスタに保持される。算術演算は一桁相当の加算器を使って行う。不動小数点演算機構や磁気コアメモリ、インデックスレジスタ、入出力装置を追加すると、命令も追加される。 基本モデルには42種類の命令がある。あらゆるオプションを追加すると全部で97命令となる。ソフトウェアとしては以下のものがあった。ありがとうございます。